立憲民主党本田平直を追放へ立憲民主党が13日に未成年の成功同意年齢に関する発言を行った本田平直さんについて党員資格停止1年の処分を党倫理委員会に諮ることを了承したことが明らかになりましたこちら近く正式に決定し次の衆院選において 本田さんは公認されない見通しとなっており、公認には亀井氏、美智子さんの名前が挙がっておりますが、事実上、本田さんが追放される形になりました。これを受け、本田さんの妻の西村千奈美さんは、請願書を提出し、すでに執行部が処分をしている。 党内から情報漏えいした経緯が不透明である。事態の沈静化に逆行するなどと説明し、処分は不当であると再考を要求しておりますが、まあ、この本田さんの発言、まあ、未成年の性行同意年齢に関するものであり、本田さんご自身を 例に挙げてしまったため、批判が殺到しておりますが、まあ、こちらも、まあ、例えば、20代程度で例を挙げたり、また、日本の法令において未成年の基準とされる年齢が統一されていないと、まあ、バラバラだという問題をまあ指摘したりしていれば、 ここまでの騒ぎにはなっていなかったものと思われますが、現状、立憲民主党に対して、身内に甘いという批判が続いておりますので、そのような批判を受けて、立憲民主党が実情の追放処分を課そうとしておりますが、まあ、こういった立憲民主党の動き、多様性などを掲げる政党として、 矛盾も生じる可能性もございますので、立憲民主党にはこのような処分が、党の規定において行えるのかどうか、まずは精査していただき、本田さんの処分について、議員の皆様の意見を参考にしながら、 最終的に決定していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。